青コーナーよりスーパー J 入場。スーパー J が入ってまいります。赤コーナーより中西学ぶ入場。ヘラクレス野人中西学が入ってまいりました。中西スペシャルシングルマッチ、時間無制限一本勝負を行います。青コーナー190センチ120キロスーパー J。 赤コーナー186センチ120キロ中西学ぶ。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ、放送席解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああ、そうですか。行くのか、逆に投げてまいります。逆水平抱えます。打たせません。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、ボディースラムで叩きつけます。ラリアット、至近距離、あとうまく切り返した。カウントは2つ。腕をフックします。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。チョップが鳴ってまいります。キックを打っていきます。組みに行きます。ロープに引った、水車落とし、見栄を切ってまいります。ブレンバスターに取ります。今や新日本プロレス随一のパワーファイターへと成長を遂げたこの男、中西学ぶ。アルゼンチンバックブリーカーのサインである、あの野人ダンスが始まった瞬間からリングは中西ワールドに支配された空間となります。今宵も豪快無比な野人ワールドが展開されるのでありましょうか。ああ、気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。リバースで返します。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。掴んだ、うまく切り返した。腰を落とします。耐えます。エルボーでブロック、ドロップキックであります。水平を打っていきます。腰を落とします。バックブリーカーで背骨を攻めていきます。
フロントに捉えます。パンチで返します。抱えます。ボディスラムで投げてまいります。フロントに捉えます。エアハッグ状態。そのままフロントスープレックス。アトミックドロップ。バックを取ってバックドロップ。岩石砕け散る。さあマフラーストレッチで強烈に締め上げる。組み合った。すごい形相で締め上げていく。フィニッシュになるか。水平打ち。ガジェット組み合った。アルゼンチンの尾根に身を寄せ